やってきました、八田さんの参道。今日はね、八田さんもみじ祭りに来ました。今からね、もみじを見ながら散策していきたいと思います。やばいよ、おいおい、なんだ、人が多いからって恥ずかしがってるじゃないの。多すぎだよ、多すぎだよ。行こうか行こうか、人多すぎだよ。でもね、八田さんのね、感動すごいね、やばいよね、八田さん初めてだ。あ、やばいよ、八田さん初めて。初めて。あ、そう、楽しみだね。うん、楽しみ、ワクワク。やばいよ、映しながら行くか。はい、やばいよ。近いな、ちょっと遠くに進むかな。いいね、いいね。今日のご飯だね。決まった決まった。お食事ところ、やばい、山田だからね。やばい、おい、山田公表してんじゃん。おい、どうなってんだよ。これ山田の実家。そうそうそう、実家ね。実家、嘘を言うな。はい、秋のイベント期間中につき、卵ふわふわは12月5日までお休みです。いや、何、お食事所山田でランチして帰るの。そうだね。あ、そう、いいよ、いい、ね、うん。でもあれだよ、袋井名物 B 級グルメの卵ふわふわはやってないよ。え、いいの、やってないの。うん、やだやだやだ。あ、山田なんか書いてあるよ、ちょっと近寄って読んでよ。なんて書いてある。なんて書いてあるか分かんねえじゃねえか。じゃあ分かるだろう。はーい、やばいよ。あれ、おい、なんて書いてある、なんて書いてある。ヤマエルは服のセンスが最高だって書いてあるよ。よかったな、褒められて。 やっぱさすがだよ、センスあるよね。今日もミッキーね、最高、うん、燃やしてね、捨てたはずなのにできた。物を大事にしてるんでね。ああ、いいね、物を大切にする心ね。そうです。わ、結構ね、参道長いんだよここ。お、ちょっとね、紅葉が見えてきたね。やっぱお客さんめっちゃ多いね、本当にめっちゃ多いよ。あれ、綿菓子やってるよ、綿菓子、綿菓子職人、プロの技。僕も大好物にできる。職人技だね。いや、ちょっと寒くなってきたな。ちょっと紅葉道行こう。お、この辺は綺麗だな。素晴らしい。まだね、色づき始めかな、この辺は。あ、栗団子？券売機？あ、めっちゃ並んでるぞ、お前。なにこれ？なにこれ？栗団子。推定300人は並んでる。めっちゃ並んでるじゃん。これ全部栗団子の行列ね。やば。だいたいね、こういうの午前中に売り切れちゃうからね。これは売り切れちゃうね。売り切れますね。これ。栗団子の行列半端ないね。すんげえ、めちゃくちゃ奥まで全部だよこれ。これ何百人じゃないです。何千人、千人ぐらい並んでるね、本当に。やばいね。全部栗団子の行列ね、これ。はーい、山やだよ。
すごいね。これ並びたくないな、ちょっと。まあヤマエル並んでね。うん、俺ちょっとお参りしてくるから。まあヤマエルの力があったらね、もうあの検判室直接行っちゃうから並ばずに。うん、よくわかんないこと言ってますけどね。そしたらね、できんじゃん。逮捕だよ、逮捕。はい、はい、ね、うん、捕まっちゃうね。この辺綺麗だね。こっちから上の方が綺麗だね。このなんか枯れた感じがさ、やっぱ山色っぽくていいよね。そう。似合ってる。もやしとして帰れ。山色焼きそばとかいろいろあるよ。焼きそばも結構人並んでますね。魚金コロッケとかね、めっちゃ並んでるじゃん。こりゃ食べれないな。食べれないね。これ団子も並んでるな。これのさ、これ正月並みだよ、ほんとに。うん、みたらしもこれめっちゃキッチンカー出てるじゃん。すごいね、これキッチンカーが。並んでるもんね。ピザ&チーズ。キッチンカー並んでます。はい、ここがね、名物厄除け団子の売り場です。あれ食ってっか、皿で店内召し上がりを2皿買って、お土産で1000円か。お土産1個買って1000円ね。俺は分かった。お召し上がり 2皿400円とお土産1個ね。俺はね、ヤマエルは好きなだけ買って。はいはい、やばい、はい、薬けだろ。うん、それ1個と、あと今から食べるね、それ。そうそうそう、これね、店内お召し上がり400円。 OK。でね、ここでね、この中でね、食べれるの。めっちゃ並んでんじゃん。どうだって。こんな並んでんのね。まあ、すぐだっていいよ。団子めちゃくちゃ並んでますね。正月並みだよ、これ。正月並み。いつから出てんの？はい、お土産交換窓口。はい、はい、ありがとうございます。ただいまの時刻10時半ですけどね、10時半過ぎですけど、もうね、限定販売のね、煮たらしすでにもうなくなるそうです。店内券交換所、ヤマエル並んでます。もう少しですね。はい、ヤマエルよ、ヤマエル見て見て、何商品。お、ちゃんとみたらし持ってきたじゃん。ヤマエルさすが、やるときはやるね。うん、任せて。どうぞヤマエル、座って置いて。さあ、いただこうよ。いただくよ。
いいよ。そう、限定のみたらし。うん。ヤマエル食べてよ。俺も初めてだからさ、みたらし。うん。どう？一気食い。さすがヤマエル。うまい。うまい。みたらし美味しい。うまい。普通の団子は食べたことあるんでしょ？普通の厄除けは。さあ、ほんじゃランチおじさんもね、みたらし、はい、これ食べてみます。うん、あ、うまい、うまい、うん、うん、こちらね、うん、定番のあんこのところに行きたいと思います。うまいよね、当然ね。うん、さあ、またみたらしちょっと折って、これあれだね、あんかけが、あんが少ないんだね。ねえ、でもね、すごい味しっかりしててね、めちゃくちゃ美味しいね。もうこれ売り切れってさっき放送で言ってたもんね。もうないみたいだからね。ギリギリだったね。だって午前中10時半でもう終わりって、すごい人だからね、今日。はい、いただきます。うん。うまい。このお茶飲んだ？お茶めちゃくちゃ美味しいよね。これはかけがわ茶かな。どうだろうね。八田さんのお茶じゃない。さあ、俺もじゃあいただくかね、このね、厄除け団子、あんこ。はい。うん。やっぱあんこもうまいね。うまいっすね。うん。これさ。あれだよ、お正月並みの混雑だよ、これ。もう何千人と言いますか。すごいね。千バカじゃないよ、これ。万だよ。すごい人だもん。じゃあ、みたらしね、せっかくだからね。うん。はい、最後お茶。はい、じゃあ山田、ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかった。さあ、もうこれ今日のランチだね、これ。もう腹いっぱいだよ、ヤマエル。こんだけ食べたら。まあ、あとお土産もあるしね、お土産もね、ヤマエルとね、ランチおじさんね、一つずつ買ったんでね、これ家族に持って帰ります。さあ、ヤマエル、片付けてこよう。はい、すごいな、本当に。すごい人。天気がいいね。雲一つない天気。月が見えるし。お月様が見えるしね。今日は天気いいね、山やる。天気いいですね。雲一つないよ。1万人ぐらいいる。うん。僕たち誰にも声かけられない、ね。当たり前じゃないか。お前、山やるがまた勘違いしてるよ。ヤマエルがもうね、すぐスター気取りになっちゃうから、誰も知らないから、ヤマエルのこと。あ、やっぱり。ね、食べ物屋さんすごいよね。行列だからね、何も食べれないね、こんだけ並んだらね。すごいな、もみじ祭り。今までのね、コロナ禍が考えられないほどの人の出だね。すごいよ、本当に超密です。お引越しはいつも来る？これ来るよ、大体。いや、うん、これ年始はね、これぐらいの必ず来るね、一回は。これぐらいの人が多かった。そうだね。いや、こんな並んでない。あ、そんなにはね。あの栗団子みたいにね、異常な並びはない。まあ、確かにすごい人だけど、今日の方がすごいんじゃないって思える。すごく綺麗なんだよね。
絨毯だね、下が。まだね、色づき始めっていう感じ。これ立派な建物だね。はい、紅葉祭り、勝田さん。ああ、ヤマエルはね、絵のセンスあるからね、やっぱサインが物語ってるもんね。そうですよね、うまいもんね、うん、天才的、画家になればいいもん。いいよ、いいよ。さあ、これで八田さんのもみじの見納めです。参道にね、帰ってきました。食事どころがいっぱいありますね。はい、こちらお食事吉田さんでございます。こちらがお食事吉田さんね。こちらそば、カレー、うどん、そんな感じね、うん、はい。そしてこちらが、こちらがね、ごとぶき屋さんね。こちらもカレー、カツ丼、天丼、そば、うどん、ね、おでんとかね、スイーツもあります。そしてこちらがお食事どころ、橋本屋さん。こちらがね、はい、カツ丼、天丼、エビ丼、オムライス、うどんにそばにカレー、大体メニューは一緒なんだけども、ね、ハンバーグもね。こちらお食事村岡屋さん、ここはちょっとやってない感じ、ね、フリマーの、こちらがお食事どころ山田。そば、とんかつ、エビフライ、カツ丼、天丼、こんにゃく味噌でーす。カレーに、ピラフに、次のメニューとかね。あとはクリーマー的なね。めちゃくちゃ混んでます。ヤマエル、ここ知ってる？レトロパチンコ店、子供もできます。レトロパチンコ1回100円。
そうじゃないよ、青年が好きで見てくれるやつね。昔ね、行列できてたよ、これ。んでさ、高い地図のさ、なんていうかな、押し売りされるっていうの、あなたはこれがいいよって言って、うん、そういう感じ。まあ俺も来てね、買ったことある。これ何、ご利益カフェだって。ご利益カフェね。で、パンとかね、お菓子とかね、売ってる感じね。まあ、結構ね、お客さんいますね。ヤマエル、ヤマエル、これコラボした方がいいんじゃないの。ふくろい観光応援なんだよ。はい、ヤマエル、ちょっとコラボだからさ、横だよ、横。はい、ヤマエル。いいね、いいね、コラボってるよ。うん、さすが俺のランチ TV 観光大使。そうです、ヤマエル、ヤマエル。はいはい、じゃあコラボしに行きましょう。はい、はい、行きましょう、行きましょう。はい、ヤマエル、はい、行ってきたね。はい、ね、お土産も買ってきて。そうね、お土産をね、うん、まあ、もみじね、もみじ祭りね、すごい人だったね。そうですね、ね、こんな人いると思わなかったよ。もう1万人オーバーですか、今日は、ね。まあね、もう今日結局食べ物屋さんさ、もうお腹ね、団子でお腹いっぱいになっちゃったからさ、食べれなかったね。そうですね、でもね、団子でお腹いっぱいだから、今日のランチはね、八田さんの薬よけ団子でした。バイバイ、バイバイ、バイバイ。